では今から公園先生にアロンのシフトっていうのをやっていただく、多分多くの方がご存知かと思いますが、これは、民数記のですね、26章の24節から26節までの聖句を、そのままこれから言われるわけですが、でそれで本来はいろんな方がされますけど、本来はアロンの家系の人しかやってはいけないので、実際に東辺先生はアロンの家系の方ですので、これが正式のアロンの仕事ということになるわけですね。So what did you say? Yeah, so I told them that we are okay. So I'm going to make the benediction over you. 今から皆さんに祝祷をしますけれど、 and it's a privilege for me to do it for you. でも本当に皆さんにこのようなことをさせていただけることをもう名誉であると思っています。 It's a commitment that God gave to Aaron to bless the nation of Israel. これはアロンがですね、イスラエル民族を祝福するように命じられて、たことなんですね。And these words came directly from him to Israel. そしてその彼からそのイスラエルに伝えられていったわけです。And I'm going to do it to you to bless you as a Kohen. これから祭司としてですね、皆さんを祝福したいと思います。This sentence to the Aaron.今申し上げた場所は今申し上げたところなんですけれど、言葉。I would like you to stand. ですから皆さんちょっとお立ちいただければと思います。And I would like you to close your eyes. ですからここからが難しいご注文なんですが。And I'm asking that you will not look at me. ですから私を見ないでください。目を閉じてくださいという。Receive the blessings from God. そして神からの祝福を受け取ってください。He is the one that blessing us.ですから彼だけがですね、私たちを祝福してくださったのは神だけが、そして全てのものは神のものなので、全てそうか彼のものなんですから、アメン。יברך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom